コラボ。韓国の元ヤンフ支援団体のスポンサー、ドイツヤンフ像の後援者だと判明。ガネットではない。内容はこちら。コラボに関するとんでもない情報が炎上しているようです。では、小崎奈々さんのツイートより内容を見てみましょう。小崎奈々。韓国の元ヤンフ支援団体、正義連が公開している2022年8月のスポンサー名簿に日本、コラボの名前が。また、ドイツヤンフ像の後援者にも日本、コラボが明記された。都の委託費を受ける団体が、韓国の元ヤンフ団体とドイツのヤンフ像のスポンサーとはどういうことか。ローマ字で書かれています。コラボ代表の二藤さんは、昨年8月31日にソウルで行われた正義連のデモに参加しているので、寄付はその際に行われたものとみられる。代表者個人の意思ならまだ理解できるけど、都の委託費を受けるコラボという団体が日本に謝罪と賠償を求める正義連やドイツのヤンフ像にお金を出すのは疑問を感じる。正義連、ドイツのヤンフ像へのコラボの寄付金は税金ではなく、コラボが日本で集めた会費や寄付金の可能性が高い。ただコラボのホームページを見る限り、それらはコラボの10代女性の支援活動のために集められている。韓国の元慰安婦支援団体や慰安婦像設置を支援することはコラボの活動紹介にはない。個人的にコラボの若年被害女性支援の活動理念は素晴らしいと思うので、韓国の元慰安婦支援団体や慰安婦像の設置活動等とは縁を切って事業をしてほしいです。それらがコラボの正式な活動なら、活動内容に明記するべきだし、その上で都の委託事業をするにふさわしい団体か判断されるべきだと思います。これは完全にアウトでは。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。なぜ個人名じゃなくて団体名で寄付したのかなと思いますね。団体名で寄付すればお金の出所も問題にされますし、団体としてのスタンス、韓国メディアが言う通り連帯団体なのかという点も疑問を持たれます。個人としてならまだしも、コラボとしてってありなんですかね。こうなると本格的にお金の動きが気になるところですが、寄付金領収書ありそうだな。国と都はちゃんと調べないと。この件について国は徹底的に調査すべきです。次はこちら。へえ、都の金でやってんだろうね、コラボさんは。日本のお金があの活動に使われてるってことね。スポンサーの原資は税金かよ。税金が外国に流れてるってことですよね。税金を納める日本国民がバカみたいですよね。次はこちら。またとんでもないものが。どんだけ叩いても埃が出てくるな。やってることがズブズブすぎて、もう見てられない。どこまでも泥が出てきそうですね。最後はこちら。代表に思うところはあっても、都の管理がずさんなのは明らかだったので、明確な答えが政府からはっきりと明かされるまでは、中立の立場からこの問題を見守りたかった。でも、これが真実であるならば、ただただ悲しいです。日本で集めた寄付金かもしれませんが、それも名目は10代の女性を支える活動のサポートです。韓国の団体を支援するためのお金ではありません。自腹だというなら、寄付者の名前は団体名ではなく、代表の個人名であるべきです。もう誰もコラボを擁護できないのではないでしょうか。結論。韓国の元ヤンフ支援団体のスポンサーやドイツヤンフ像の後援者になるのは個人の自由です。しかし公金が流れている一般社団法人コラボでのヤンフでも後援寄付は完全にアウトではないでしょうか。そもそもコラボは公金がどのようなものなのか理解してないのではないでしょうか。とにかくこの問題に関しては国を挙げて調査してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、
チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。